先日お店からもらってきた長寿梅が手つかず。あ、一回水切れしたけど吹いてきたね。よし、何もしないと自分の気にならないから。まずは剪定だ、剪定。少しぐらい混ざるかな。割り物もそう忘れてた。曲がって、よし、thank you.
柱とか曲がってないだろ。これだよ。いい根が出てくるといいけど、運が悪いとひどいよね。こういう素材はどっちから来るどっちでもいいけど、にしても思うようにはいかんもんだ。うまくいかんもんだな。これもう一回曲げ直さんとダメだろ。
うん、当初の予定とは全然違った。これはどうしよう。これも仕立て場違いだな。取ってくるか。つけるものももうちょい切っとこうか。どういこう。ここら辺から再スタートだな。よし。上がりです。さあどうしようかな。思ったほど曲がらんかったけど一応小さくはなったね。さあこっから頑張って自分の木にしていくっていうことが大事だよね。